はい。担当3倍速講座管理会経論の第1回目の講義ですね、始めていきたいなと思います。担当はレック専任講師二宮です。本日からよろしくお願いします。はい。本日からこの担当3倍速講座というのが始まりまして、ちょっと3倍速っていうね、講座名称が分かりづらいのかなとは思うんですけれども、上級講座の圧縮バージョンの講義となりまして、レックの期間の講座で、入門講座、上級講座っていうのがあるんですけれども、その上級講座管理会計全部で15回の講義になっていて、それを6回にギュッとね、圧縮したものがこの3倍速講座ということになります。具体的に何をやっていくのかというところなんですけど、レックの上級講座では主だって理論対策をやっていると。理論対策8割、計算対策2割ぐらいの間隔で講義を進めているんですけれども、もう管理会計の計算についてはね、一通り基礎的なところが固まっているという前提で、この講義は進めていくので、中心となってくるのは理論対策ということになります。で、この管理会計の理論対策っていうのをやっていくのが、非常に試験上の重要性は高いと。当たり前なんですが、管理会計の本試験、計算と理論ね、出題されてくるので、そのうちの理論の部分の対策をしていこうという話なんですけれども、この理論の分野っていうのが、基本的に40点分ですね。ここ最近の試験ですと配点としては設けられていて。で、この理論でいかにね、安定して得点するのかっていうのが、管理会計の、その本試験で合格ラインを安定してね、確保する上では重要になってくるんです。具体的にはね、理論8問のうちの6問ぐらいですかね、確実に取れれば、あと計算で3から4問取ることができれば合格ラインっていうのは死守することができるのかなとは思うので、理論のね、対策っていうのがすごく重要な意味を持ってくると。どうしてもね、計算に関してはその時々の調子であったりだとか、あるいは問題の相性みたいなものとかも影響してくるのかなと思うんですけども、理論についてはもうここ数年ずっとね、管理会計っていうのはある程度難易度が安定している。直近の試験はね、ここ5年ぐらいで切り取ってみてもね、特に理論問題が簡単だったんですよ。もう満点取ってるね、受験生の方も多いですし、1問ミスとかの方も多かったと。どんなに間違えても2問ぐらいでとどめていないとね、直近の試験っていうのはダメだったわけですけれども。普通に対策を取っていけばね、8分の6とか、8分の7っていうのを確保することが十分に可能なところとなりますんで、比較的管理会計の理論対策っていうのはコストパフォーマンスはいいのかなと思います。範囲がね、その監査論とか、あるいは企業法とかに比べてみて、ちょっと狭いと言いますか、覚えることが分量としては少ないんですよね。で、もう本試験の問題もあからさまに間違いのものとかもね、選択肢には含まれてくるんでね、結構ここはね、点数を確保しやすいところなんですよ。だから皆さんもね、次の5月を受けるにあたっては、基本的に8問のうちの6問はどんな問題でも死守できるように準備をしておくっていうのが大事になってきます。で、この8分の6確保すればね、30点分っていうのは理論で得点できて、で、管理会計の合格ラインが何点になるかは年々によって違いますけど、基本6割取ってればね、大抵の問題の場合ね、合格ラインに乗っかってくるかなとは思いますんで、6割を死守しようと思ったら、残り計算で4問っていう感じになりますね。はい。理論で6問、計算で4問。これが当面の目標になってくると考えてください。はい。でも、計算についてはね、正直こちらで手取り足取り教えるっていう、もうこの段階ではないのかなと思うので、もうある程度ご自身でね、問題演習っていうのをしていくしか、もう解決策っていうのがありませんから、どんどんね、普段回転用教材として使っているもの、回転数を上げてもらって、最終的に、その問題からもう学ぶことがないですよっていうレベルまで至ればね、あとは現場対応のね、感じになってくるかとは思うんですけど、問題集から学ぶことがなくなるレベルになってくれば、初めてね、形式が違うような問題見てもうまくね、アプローチできるようになってくるかなとは思いますんでね。まずはとりあえず計算苦手な方についてはね、回転数を上げるっていう作業をしてください。で、理論についてはね、一問一答問題集を中心にやっていただきたいんですけど、一問一答問題集をやっていくにあたっての前提としてね、この講義っていうのを使っていただくといいかと思います。あとこの講義はね、論文対策とかもね、考えて一応講義の方は進めていこうかなとは思いますので、講義中に特にここは重要ですよと。論文の対策とかを視野に入れた時にも、自分で説明できるようになっておかなければいけないですよっていう、そういったご案内はしていく予定なので、皆さんが5月の担当式試験終わった後、論文対策をするときに管理会計のインプットの講座がなくても大丈夫なようにこちらで情報提供はしていこうかなと思っていますんで、だからなんとかね、この全6回の講義っていうのは最後までね、お付き合いいただければなと思います。はい。よろしいでしょうか。で、講義としてはね、このレジュメを使ってやっていくので、もうレジュメオンリーです。もうそれ以外の教材っていうのは特にお手元にご用意いただく必要性はありませんので、毎回毎回レジュメをお配りしているので、これをファイリングしてなくさないように気をつけてください。今日のね、1回目の講義レジュメ、お手元にご用意いただきまして、講義の進度予定であったりだとか、過去の出題実績なんかをまとめています。もうこの辺りはね、ざっと見といていただくといいかとは思うんですけども、取材の実績とかもご存知の方多いかなとは思うんですが、管理会計基本的にここ最近は計算8問、理論8問で構成されていて、原価計算分野からそれぞれ4問4問、管理会計分野からそれぞれ4問4問というね、こういった内訳になっていると。これはね、もう確定なのかなとは思います。もしかするとね、計算が1問減るとかっていうのはあり得るのかなとは思うんですけれども、この平成30年の1回目とかね、計算7問、理論9問だったんで、これぐらいじゃないとね、現状の試験、基本的に時間制約が厳しいので、最後まで解き切ることが難しいのかなとは思いますから、適正量としてはね、計算7問、理論9問ぐらいになってくるとは思うんですけども、ただここ最近はずっとこの8問8問で来ているんでね、基本これを想定した対策を取っていただくことになります。で、先ほどご案内した通りね、理論でね、8分の6取れれば30点確保できる。それにプラスアルファで理論で安定して得点することができれば、それってね、精神安定剤になるんですよ。ちょっとね、怪しげな話になってくるんですけど、管理会計って、大体の受験生不安なんですよ。すごくできる方とかでも大きく失敗する可能性があって、問題との相性が悪くてね、うまく得点できなかったらどうしようとかっていう不安誰しも抱えてるんですよ。その時に理論で安定して得点することができていればね、少し気持ちの面で楽になるんですよ。最低限理論でこんだけ取ってるから、計算は多少ミスっても大丈夫だろうと。この気持ちがね、本試験の問題を解く上では重要なんですね。不安要素があるとね、解ける問題も解けないんですよ。基本的に見たことない問題とかが出てくることになりますんでね。形式は似ていてもね、やっぱり問われていることが違ったりするんで、そうなると、この問題やっていく中でね、これ解けないかもしんないなっていう、そういった弱い気持ちが出てくると、解ける問題も解けなくなっちゃうんでね。理論でしっかりと得点することができていれば、最悪できなくてもなんとかなるだろうなっていう、それぐらいのね、感覚で取り組んでいただいた方が結果的にうまくいくんです。また、理論でしっかりとね、素早く正確に回答を出していって、安定した得点をすることができればね、その計算に対して回せる時間も増えてくるんですよ。理論対策をしっかり行っておけばね、すぐにその丸足、罰足っていうそこの判断がね、正確に行うことができるので、もう選択肢のあといで罰足が出てくればもう6番が答えだとかっていう風に、そんな形でね、うとえはもう見なくてもいいと。あといが明らかな間違いだったらもううとえがね、丸だろうから、もうこの6番に丸つけてね、次の問題に移っていくっていうことができるんで、正確な知識があるとね、その理論の回答に要する時間っていうのを減らすことができるんですよ。それが計算に回せる時間を増やす結果につながるんで、結果的に計算の得点にもつながっていくんですね。すごくいいサイクルが出来上がるんですよ。理論ができることによって、その安心感も得られますし、計算に割ける時間も増えると。理論が計算っていうところを牽引する、そんなイメージになってくるんです。はい。だから、想像以上にね、この理論対策っていうのは重要な意味を持ってくるんだと思ってください。だからこそね、この講義の中でも、取り扱っていこうという話になります。はい。よろしいでしょうか。で、次のところ、2ページ目から具体的な中身の話になってくるんですけど、私のレジュメね、ちょっとパッと見ていただくといいかと思うんですけど、これからしばらく原価計算の理論についてね、話をしていく予定なんですが、基準に準拠しながらね、解説はしていきます。で、その時にね、過去の引っ掛けという形で、過去の担当式試験でどういう引っ掛け問題がこの上で説明している分野からね出てきたのかっていうのを各ね単元ごとにまとめています。だからこれ見ていただければね、基本新試験になって以降、平成18年以降の過去のね引っ掛けの選択肢っていうのを全て確認することができる仕様となっているんで、もうこの原価計算の分野なんかはね、類似問題がもうたくさん出てきますから、基本未知のものが出てくることはほぼないんですよ。もう原価計算ってもう何十年もね、基本範囲っていうのが変わってないんでね。もう最後に範囲が変わったのって、1980年代に活動基準原価計算が出てきてね、そういった新しい原価計算方法が出てきたっていうところからね、基本変わってませんから。原価計算の基準もね、改正されていませんからね。だからもう過去に基本的にね、出尽くしてるんですよ。目新しいものっていうのを何か出そうと思っても基本難しいんですよね、それってね。だから過去の引っ掛けを見ておく、過去問をしっかりとやっておくっていうのはすごく重要なんですね。はい。で、とりあえず今からね、中身の確認をもう早速していきたいと思うんですけど、この原価計算基準の2番に相当するところから中身の確認をしていきます。原価計算の定義というところで、原価計算っていうと、この原価計算制度と特殊原価調査に分かれます。原価計算制度って何ですかっていうと、財務会計機構と有機的に結合して常時継続的に行われる原価計算と。財務会計機構ですね。帳簿って読み替えてもらうといいかと思いますけども、あるいは複式簿記の機構とかって読み替えてもらっても構いませんが、帳簿と有機的に結合して、常時継続的に常日頃から行われる原価計算ですよと。だからいわゆる皆さんがね、原価計算を行った結果、帳簿上に仕分けとして表していくっていう作業をこれまでやってきたかと思いますけれども、それがまさに原価計算制度ってことになるんですね。はい。有機的に結合っていうのがね、ちょっと分かりづらい表現だと思うんですけど、相互にデータのやり取りをしてるってイメージですね。帳簿と原価計算との間で相互にデータのやり取りをしていると。例えば材料を買ってきて、買ってきた金額を材料勘定の借方に帳簿上記録を取っていて、その買った金額をベースにして、直接材料費の金額や間接材料費の金額を原価計算通じて求めていくと。で、その求めた結果をまた帳簿の方に戻していくっていう、そんなイメージになりますんで、このお互いにデータのやり取りをしてますよっていうのが有機的な結合ということになるんですね。これが常時継続的に日々行われていますよという話なんです。はい、一方、特殊原価調査っていうのは、これは財務会計機構と結合せず、意思決定にあたって随時断片的に行われる原価計算。必要に応じて行っていく計算手続きということになります。財務会計機構帳簿とは結びつかず、意思決定に際して必要なね、計算を行っていくっていうのが特殊原価調査なんですね。差額の収益とか差額の原価を計算する、そのような手続きをイメージしてもらうといいかと思います。意思決定会計を想定してください。意思決定会計で計算したね、差額原価の計算結果なんていうのは、帳簿上に記録を取ることはまずありえないわけじゃないですか。意思決定のために計算をしているだけであって、別に帳簿に記録取るようなね、そういった計算をやってるわけではないんだよと。はい、で、続けて見ていくと、原価計算基準では、原価計算制度に関する規定を設けていて、原価計算制度は、種々の目的があるが、重点の相違はあるが相ともに達成されるべき一定の計算秩序であると。この辺はもうすべて重要ですね。原価計算制度に求められている役割、目的というのは、この3つ明記されています。財務指標作成、原価管理、予算統制のこの3つですね。予算統制は利益統制とか、あるいは利益管理とかっていうふうに表現をね、変えてもらってもいいのかなとは思いますけども。この3つが基準の2番に明記されています。一方、特殊原価調査としては、この予算編成の過程で行われる業務的意思決定、基本計画の設定のために行われる戦略的意思決定、まさにこの意思決定のための計算ということになります。はい、特殊原価調査において出てくる原価概念としては、こういった特殊原価と呼ばれるような差額原価や機械原価、あるいは付加原価と呼ばれるようなものですね。付加原価っていうのは、損益計算書には費用として計上されていないんだけれども、会社が負担しなければいけないコスト。例えば株主オンコストなんかが代表的なものになってきます。そういったものもね、特殊原価調査として算定することがあると。よろしいでしょうか。で、次の括弧に、原価計算制度の種類ということで、原価計算制度は、財務会計機構とね、どういう原価で結びついていくのかによって、実際原価計算制度と標準原価計算制度とに分かれていきます。この製品原価を実際原価で求める実際原価計算制度と、標準原価で計算する標準原価計算制度ですね。この2つに分かれますと。はい、これは選択適用ですね。どっちが原則、どっちが容認とかありませんので、オア規定なんで気をつけてください。オアと。これと関連してね、先ほどね、重点の相違はあるが、いろんな目的が共に達成されるべき一定の計算秩序として、原価計算制度っていうのを実践していく必要性がありますよっていう、そんな話だったんですけど、この3つの目的があるわけですが、この3つの目的、それぞれね、役立つ原価っていうのが違ってくるんですよ。例えば財務諸表の作成という観点から見ると、実際原価っていうのが望ましいんですよ。財務諸表の作成というのは、一番その客観的な情報に基づいた計算を行って、その計算結果を真実の原価として財務諸表に載せていくっていうのが望ましい計算のあり方なんで、実際原価っていうのを原価計算制度はアウトプットするのが望ましいんです。だからこの場合はね、財務諸表の作成目的っていうのを重視するんだったら、実際原価計算制度がいいということになります。ただその実際原価計算制度がいいと言ってもね、財務諸表の作成のことだけを考えるんではなくて、原価管理や予算統制に役立つ情報提供っていうのもできなければいけないよと。本来的にはね、財務諸表の作成のためには実際原価、原価管理のためには標準原価、この予算管理のためには直接原価計算ですね。直接原価っていうのがアウトプットされていく、そんな計算手続きが望ましいということにはなってくるんですけれども、異なる目的に対してね、異なる原価情報っていうのをね、提供していくっていうのは、この原価計算基準ができた当時の技術環境のことを考えると難しいと。まだその手計算でね、原価計算をやっていたような時代においては、複数の原価計算システムっていうのを構築して、それをね、常日頃から走らせていくっていうのが現実的に難しいところがあるんで、今はね、コンピューター技術っていうのが発達している時代ですんでね、異なる目的に異なる原価情報を提供するってことはね、特に問題なく可能なんですけれども、当時の技術環境っていうのを考えると、そういうわけにいかないというところで、一つの計算システムで、それぞれの目的に役立つ原価情報っていうのが提供できるように、うまく構築していく必要性があったんだと。はい、その点よろしいですかね。ここの原価計算制度、実際原価計算制度、標準原価計算制度に分かれていきますが、財務諸表作成目的、これを特に重要だと考えているんだったら、実際原価計算制度がいいでしょうし、原価管理を特に重要だっていうふうに考えているんだったら、標準原価計算制度が望ましいだろうと。そこは会社が何をね、重視するのかによって、どのような原価計算制度を採用するのかっていうのが変わってくると。で、続けて見ていくと、ただし、原価管理上必要ある場合には、実際原価計算制度においても、勘定組織の枠外ですね。勘定組織の枠外において、標準原価を利用した統計的標準原価計算なるものを行うことができますよということで、この、実際原価計算制度において、統計的標準原価計算を行うことができるですね。ここを押さえましょう。この部分をね、標準原価計算制度とかって入れ替えてくる引っかけが考えられますね。実際原価計算制度をね、採用しているんだけれども、原価管理を進めていこうと考えたときに、やはりその標準原価っていうのを設定してね、それと実際原価っていうのを比べて、原価能率っていうのを判定する、そういったね、ニーズっていうのがあるわけですよ。で、その際に、統計的標準原価計算と呼ばれる、帳簿の外で標準原価の計算を行うという手続きを、取ることができますよという、そんな話なんですね。あまりね、統計的標準原価計算という言葉そのものがね、出てくる機会は少ないかとは思うんですけども、ぜひね、知っといてもらえればとは思います。はい。で、なお以降見ていくと、製品原価を実際原価で計算する場合、品目別、部門別、製品別の順に転がし計算を行うんで、計算基調事務に手間とコストを要し、原価情報の入手が遅延するという問題がありますよということで、計算基調事務に手間とコストを要し、原価情報の入手が遅延すると。このね、製品別に実際原価を集計するっていうのがことのほか面倒なんですね。標準原価計算制度においてはね、製品別に実際原価の集計をやらずに済むんで、計算の迅速化に役立つとかって言われることがありますね。はい。よろしいでしょうか。で、この下の引っ掛けの一番下ね、見ておこうかなと思うんですけど、こちら、標準原価計算制度では、製品の標準原価を計算し、これを財務会計の主要帳簿に組み入れ、製品原価の計算と財務会計とが標準原価をもって有機的に結合される。標準原価計算制度は必要な計算段階において予定原価を計算するって書いていますが、ここは実際原価ですね。実際原価を計算し、これと標準との差異を分析し報告する計算体系であると。標準原価計算制度でも実績情報というのは当然集計することになるんでね。実際原価情報っていうのは計算することになるわけですよ。ただ、実際原価計算制度と違って製品ごとに実際原価の集計をしないというだけなんで、品目別とか部門別の段階における実際の原価の発生額っていうのは当然計算することになるんだと。そこはね、誤解のなきよう注意してください。標準原価計算だと実際原価の計算やらないなんて考えていると、これは間違いですからね。はい。その点だけ最後気をつけていただくといいかなと思います。で、次の3ページ目。原価計算の目的というタイトルなんですけど、基準の1番と、あと基準の6番というところをセットで見ていこうというところなんですけど、まず1番。財務諸表作成目的ということで、財務諸表を作るのに役立つ原価情報を提供していく。それが原価計算の役割であると。見ていくと、企業の出資者、債権者、経営者等のために、過去の一定期間における損益並びに期末における財政状態を財務諸表に表示するために必要な真実の原価。これを集計する。当たり前ですが、財務諸表に嘘の情報をね、掲載するわけにいきませんので、真実の原価、本当のことをね、財務諸表に載せる必要性があるんだよと。で、具体的に、この真実の原価っていうのは、この3つ、大きく分けると実際原価が標準原価ってことになりますが、実際原価の計算はこの2つに分かれていきます。原則として、実際の価格、アクチュアルプライス×実際の消費量、アクチュアルクオンティティ。容認処理として予定の価格等、エスティメイティッドプライスかけることの実際の消費量ですね、AQ と。この消費量さえね、実際であれば実際原価の計算なんですよね。単価面については実際だろうと予定だろうと、それは本質的な話ではなくて、消費量の部分が実際であればこれは実際原価ですよと。一方、標準原価はね、標準価格かけることの標準消費量と。こういった形で計算されると。原則としてはね、この AP×AQ で計算される金額が真実の原価として望ましいんですけど、容認処理としてもこういった計算が認められていると。ただ無条件に認められているわけではなくて、この容認処理をね、採用するんだったら原価債を適正に処理することが求められますよと。原価債が当然出てくることになりますんでね。原価債を適正に処理する限りにおいて、こういったものも真実の原価として認められますよという、そんな話なんですね。ここはね、マーカーで囲っときましょうか。これね、ちょっと注意してほしいのが、ここではね、原則とか容認っていう話が出てきてるじゃないですか。原則実際原価、容認標準原価っていうふうに説明がなされていて、1個前のページでは、実際原価計算制度と標準原価計算制度、選択適用だという話だったわけですよね。これって矛盾してるんじゃないかっていうふうに一瞬思ってしまうんですけど、矛盾はしてないんですよ。この2ページの話っていうのは大きな枠組みの話。大きな枠組みとして実際原価計算制度を選択するか、標準原価計算制度を選択するのかっていうね、すごく大きな次元の話をしてるんですけど、今見ているのは財務指標の作成というね、部分的な話にフォーカスしてるんです。財務指標を作るという観点から見たときに望ましいのはそらね、AP×AQ で計算される実際原価が一番ね、客観性っていうのが確保されますからね。最もこれは信憑性が高いんですよ。この真上に書かれてますが、信憑性が確保されるのがこの原則的な計算なんですよね。予定の価格等とかね、標準原価っていうのは会社の中で設定するものなんでね、言ってみると自由に設定することができるわけですよ。その点、この原則的な計算っていうのは、これ実際にかかった金額を示しているわけですからね。もう変えようのない事実なんですよ。事実に基づいた計算をしてるんでね、最も信憑性が高いよねという話なんですね。よろしいでしょうか。過去の本試験ではここの信憑性の部分を明瞭性とかって入れ替えてくる問題が出てきたことがありますね。で、次の括弧に価格計算目的っていうのが出てきますが、ここでいう価格計算っていうのは、その政府による調達価格、公定価格、あるいは統制価格と呼ばれるものですね。国がね、政策上、物の価格を決めることがありますと。例えばね、水道料金なんていうのを考えてもらってもいいかなと思うんですけど、水道料金とかがね、民間の会社が自由に設定することができて、ものすごい高い金額なんかがついてしまうと、私たち消費者っていうのは生活することができなくなるんですよね。水っていうのはその生命のね、維持のために一番必要なインフラですから、不当に高い価格をね、ふっかけられてしまうと生活できなくなっちゃうわけですよ。だからそういったものに関してはね、ある程度国が値段っていうのを決めていくと。で、その際に、値段を決める際に、その運営するのにかかるね、お金がいくらで、利益をいくらぐらい乗っけるのかっていうところをね、考えて値段設定する必要性がありますんでね。その際に原価情報っていうのが必要になってくるんですよ。ここでは何を注意しなきゃいけないかっていうと、一民間企業がね、自分たちが作っている製品やサービスの販売価格を計算するっていう話をしてるんではなくて、これは国がね、この統制価格とか公定価格って呼ばれるものを決定するときに必要な原価情報を提供するということが、基準の1番の2番においてね、価格計算目的として示されているんですね。これどうしてもね、原価計算基準っていうのがすごく古い時代のものになりますんでね。その当時の名残なんですよ。国がいろんなものに対してね、統制価格っていうところを設定していた時代の名残なんです。まだ物がないような時代でね、普通に生活必需品なんかもね、全然足りていないような時代ですよ。その時に不当に高い値段がついてしまうとですね、消費者が生活することができなくなってしまうんでね、そういったことを配慮して、国がね、値段であったりだとか、生産量とかを管理していたような場合においてね、会社から原価情報の提供を受けて、いくらで買い取りますよと、いくらで売りなさいとかっていうふうにね、値段を決めていたと。その時の名残としてこの価格計算っていう話がまだ未だに掲載されてるんですね。ここではね、もう抑えるべきことは本当に一つだけ。企業が販売価格を決める計算をするという話ではないんだと。その点だけ分かっておいていただければ OK です。はい。で、次の括弧3。原価管理目的ということで、原価管理目的。まず原価管理って何ですかっていうと、原価の標準を設定し、これを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを標準と比較し、その際の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、原価能率を増進する措置を講ずることであるってことで、原価の標準という言葉ですね。ここ大事ですね。原価の標準。これ何ですかっていうと、原価の達成目標額を示しています。原価の達成目標額、目標数値ですね。この原価の達成目標額を設定する際に、理想的にはね、この標準原価を持って表していくっていうのが理想なんですよ。実際原価でも構わないんですけど、原価管理を進めていく上では標準原価の方が望ましいと。原価管理上の目標設定するときには標準原価を持って表してあげるのが望ましいですよと。これ何を注意しなければいけないかっていうと、原価の標準っていうのは原価標準とは違いますからね。原価標準っていうのは製品1個あたりの標準原価のことを指すわけですけど、この原価の標準っていうのは単なる達成目標というニュアンスで使われている言葉なんで、達成目標を設定するときには過去の実際原価を今月の目標に使うこともできるし、科学的統計的調査に基づいて設定された標準原価というのを今月の目標に使うこともできると。理想としては標準原価を目標に設定する方が望ましいんだよという、そんな話ですね。実際原価を使った原価管理と標準原価を用いた原価管理、それぞれの比較を簡単にしていますけども、実際原価っていうのは、これはね、偶然的な原価と呼ばれます。偶然的な原価。もう偶然の産物なんですよね。たまたまその金額になっただけ。原材料の価格や作業能率、創業度等の変動による偶然性が混入していると。たまたまその金額になったに過ぎないんですよ。この過去にたまたまその金額かかりましたよっていう数値を今月の原価管理上の目標とかに設定しても意味がないわけではないんですけれども、あまりね、有効な手段にはならないと。例えば極端な例ですけど、皆さんも今月の生活費っていうのを管理しようと考えたときに、その先月の生活費っていうのを一つの基準に考えていると。例えば先月ね、極端な話、100万円生活費がかかってますよと。ものすごい無駄遣いっていうのをたくさんやって、高い買い物とかもバンバンやったと。だから100万円の生活費がかかりましたよと。で、この100万っていう金額を今月の目標に掲げてもね、全然意味がないんですよ。生活費に100万もかかるわけがないじゃないですか。先月はたまたまね、そういう無駄な買い物とかをたくさんした関係で100万かかっているけれども、普段はね、15万とか20万とかで生活ができていると。だから過去の実際原価っていうのを目標に掲げてね、原価管理をしていくって言ってもね、あまり有効な手段にはならないんだと。意味がないわけではないけれども、ちょっと目標としてね、あまり機能しづらいところがありますよと。その点、標準原価であればね、これは科学的統計的調査に基づいて設定されるんで、基準値としての信頼性を有していると。規範性があるとかって言い方をするんですけど、規範性ですね。標準原価っていうのはあるべき値を示しているんでね。このあるべき金額と実際にかかった金額、この差を取ることによって無駄がどれだけあったのか、あるいは節約どれだけすることができたのかを判断することができるという、そんな話ですね。無駄や節約、それを一言で表すと原価能率と呼ばれるものになります。原価能率。原価管理っていうのは一言で言うと原価能率を上げることなんですね。この原価能率って言葉の中にはね、従業員の作業能率云々だけではなくてね、そういった材料の消費量の節約とかっていうのも含んだ表現ですね。本当に原価管理活動の成果っていう意味でね、原価能率っていう表現が使われているんだと思ってください。そして丸3番、現代的な原価管理の体系としまして、こちら、原価の計画と原価の統制に分かれていくというところが、現代的な体系なんですけど、原価計算基準におけるね、原価管理っていうのは今さっき定義を確認してきましたが、目標設定し目標の範囲内に実際原価が収まるようにコントロールをしていくっていうのが原価計算基準が定義している原価管理で、それは現代的にはね、原価統制とか原価維持って呼ばれるものになってくるんです。何が言いたいかっていうと、基準が定義している原価管理というのはものすごく狭くね、解釈したものになります。もっと他にもね、原価管理活動っていうのはありますと、ここに書いてる原価の企画であったりだとか、原価改善って呼ばれるような、こういった手法もありますんでね、また後ほど見ていきたいとは思いますけども、こういったものも含めてね、原価管理だと捉えていくのが、現代的な体系ということになるんですね。はい。よろしいでしょうか。基準はどうしても古い規定なんでね、その現代の理論的な体系と比較をしたときに、ちょっと矛盾している部分であったり、齟齬が生じる部分っていうのはあるんですよ。それは仕方がないことですね。改定してないわけですから。はい、で、次の4ページ。予算管理目的と、あるいは利益管理目的と読み替えることもできますが、予算っていうのはね、利益管理のためのツールなんでね、収益の予算とか費用の予算っていうのを設定してね、会社が欲しいと考えている短期の利益目標、これを達成するためのツールってことになりますから、まさに利益管理の手段として予算が使われますと。で、予算の定義、こちらにね、基準から抜粋したものを載せていますけども、企業の各業務分野の具体的な計画を可変的に表示し、これを総合編成したものを言い、予算期間における利益目標を指示し、各業務分野の諸活動を調整し、企業全般にわたる総合的管理のツールとなるものであると。予算は業務執行に関する総合的な期間計画ですね。期間計画。期間計画っていうのは、その一定期間の企業活動っていうのを統制することを目的に設定する計画なんですけども、一定期間をカバーするためにね、予算っていうのが作られているわけですが、この期間計画で、その編成過程において自制か外注かの意思決定、セールスミックスの決定、販売価格の決定等、個々の選択的事項に関する決定を含むと。企業がね、作っている製品やサービスの価格を計算する際に原価情報必要になるわけですけど、そのための原価計算っていうのは、この括弧4番におけるね、個々の選択的事項に関する決定というね、この業務的意思決定の中に含まれます。製品の売価を決める。これは業務的意思決定であると。はい。だから、くどいようではありますけど、さっきのこの価格計算のところはね、やはりその企業が自らが作っている製品の売価を決める話ではないと。その話は今のこの括弧4番の中に含まれますよというね、そこを整理してください。で、ここでね、また理論的な体系について見ておきますけど、管理っていうと基本的に計画と統制に分かれて、計画っていうのは個別計画と期間計画に分かれる。期間計画っていうのはもう毎年毎年作っていくね、まあ、その期間が終わればね、次の期間の計画を作っていくっていうね、もう継続的にね、期間計画はずっと作られていくものになるんですけど、個別計画っていうのはこっちは必要に応じて作っていく計画ですよ。普段はやらないね、何かプロジェクトっていうのを実行しようと考えたときに、個別の計画っていうのを作っていくと。はい。まあ、この個別の計画は、個別の構造計画と個別の業務計画に分かれていくんですけども、個別構造計画とか個別業務計画とかを作る際には、意思決定を伴うことになりますから、まあ、これ意思決定と読み替えてもらっても差し支えはないんですよ。個別構造計画っていうのは、これは戦略的意思決定。まあ、戦略的意思決定はディシジョンメイキングで DM って略しますが、個別業務計画は業務的 DM と。もう意思決定と計画っていうのはね、もう表裏一体の関係性にありますんで、もう読み替えてもらっても特段問題はないです。理論的にはね、こういうふうに個別計画と期間計画っていうのは、まあ、概念としてはね、完全に分断されているんですけど、原価計算基準ではね、この個別計画のうち、個別業務計画が期間計画の中に含まれていくという前提で、期間計画の定義をしているんですね。まさにこの業務的意思決定、個別計画を含んでいるというふうに言っています。これはね、原価計算基準の定義の方がある意味正しいんですよ。ここで言ってるのは概念的な話になってくるんでね、これは概念の話。原価計算基準は実践規範なんで、実践的な話をよりしているんですよ。実践的な話。まあ現実的な話っていうふうに言ってもいいかとは思うんですけど、現実的に期間計画と個別業務計画っていうのは切っても切り離せない関係にあるんですよ。まあ、例えば皆さんもね、旅行に行きますってなった時に予算を組むかと思いますけど、旅行の予算を組む時に、まずどこに行くのか、何泊するのか、まあ、どこを観光地として巡っていくのかとかね、いろいろ意思決定事項ってあるじゃないですか。予算を組む時にね、そういった意思決定事項っていうのを当然ね、含む形になりますんで、個別業務計画が予算編成の過程においてね、含まれていくっていうのは必然なんですよ。だから両者は切っても切り離せない関係に現実的にはありますんでね。概念的には分かれていきますけど、現実的な話は別なんだという話ですね。はい。まあその辺ね、注意してもらえればと思います。で、続けて今度、なお以降を見ていきますと、予定原価または標準原価を計算し、予算編成とりわけ費用予算の編成のための資料を提供するとともに、予算と対象を比較し得るように実績を計算し、もって予算統制に必要な資料を提供することが原価計算に求められますよということで、予定原価または標準原価。ここね、片方実際原価とかって入れ替えてくる引っ掛けがあり得ますんでね。予定原価または標準原価。まあ、これを計算して予算編成に役立てていくと。まあよく考えるとね、ここ実際原価っていうのが入るのはおかしいんですよ。予算っていうのは将来の計画なわけですからね。実際原価っていうのは実際にかかったコストなわけですからね。まだ予算期間始まる前の話をしているんで、まあ、実際原価が予算の中にね、含まれていくっていうのはこれ矛盾しているわけですよ。で、予算を組むときには予定原価や標準原価っていうのをね、計算し、まあ、これをまあ製造の予算なんかにおいてね、含めていくと。また予算と対象を比較し得るように実績を計算しましょうと。まあ、実績ですね。これを計算すると。まあ、予算っていうのを編成して終わりではなくてね、そのちゃんと実際のね、原価っていうのが予算の範囲内で収まっているのかどうかですね。それをチェックしていく必要性がありますんで、予算と実績っていうところをね、突合するために、まあ、実績データがアウトプットされるように、まあ、計算をしていかなければいけませんよと。よろしいでしょうか。で、次の、括弧5番。基本計画の設定目的ということで、これは戦略的意思決定と呼ばれるものだったわけですが、基本計画の設定。一応基本計画って表現は押さえておきましょうか。これはどういう話かというと、経済の動態的変化に適応し、経営の給付目的である製品、経営の立地、生産設備と経営構造に関する基本的事項について経営意思を決定し、この経営構造なるものを合理的に組成することが目的なんですね。経営の構造、大まかなね、その業務の構造っていうのを確定させる。それが基本計画の設定なんですよ。例えば一例としてね、その手作業で製品の製造をやるのか、そのオートメーション化していくのか、機械を導入してオートメーション化していくのかみたいな、そんな話ですね。あるいはどこに拠点を構えるのか、東京に拠点を構えるのか、大阪に拠点を構えるのか、福岡に拠点を構えるのか、またどういう製品を製造販売していくのか、こういったね、会社の基本的な方向性っていうのを決める。それが基本計画の設定なんです。一方の業務的意思決定ですね。この個別業務計画っていうのは、経営の構造は所要なんですよ。これは別に変える気はないと。経営構造そのものは変える気はなくて、その既存の経営構造の中で一番望ましい選択肢、どれなのかっていうのを模索していくのが、これが業務的意思決定なんですね。これはね、意思決定会計勉強された皆さんであればね、もう感覚としてはわかるのかなと思いますけども、業務的意思決定は基本的にその影響が出てくるのは短期間です。戦略的意思決定は、これは長期的にその影響をもたらすような、本当に経営構造に関するね、判断ですから、企業の向こう3年とか向こう5年とかですね、あるいは向こう10年とか、そういう長いスパンにわたってね、意思決定の影響が現れてくる。だから慎重な判断を必要としていくっていうのが特徴としてあるかと思います。意思決定にはそういうね、大きな意思決定と小さな意思決定があるんだと。影響が限定される小さな意思決定と、影響が大きいですね、この戦略的意思決定のような、企業のまさに命運をかけたね、その判断を伴うようなものも中にはあると。で、この業務的意思決定と戦略的意思決定に関するね、計算上の取り扱いの違いとしては、時間価値を考慮するかどうかですね。業務的意思決定は時間価値を無視するし、戦略的意思決定は考慮すると。そういう違いがあるかなというところで。この簡単な比較もできるようにしておいてもらえればとは思います。よろしいでしょうか。で、次の5ページの3番のところ見ていきたいと思いますけど、原価計算基準の位置づけということで、序文のところを簡単にまとめています。原価計算基準は実践規範として、これガイドラインですね。企業における原価計算の慣行のうち、一般に公正妥当と認められるところを要約して設定されたものであると。原理原則から演繹的に設定されたものではなく、これは機能的に設定されたものであると。機能的に設定されたものですね。実際に行われている原価計算実務から広くね、いろんな会社に適用可能な部分っていうのを抽出してね、それをこういう原価計算基準っていう形でまとめ上げていると。機能的に設定されたものであると。また、原価計算基準そのものは、企業の原価計算手続きを確実に規定するものではなく、あくまでも基本的な枠組みを示したもので、これ自体は法的な強制力を持つものではないと。そもそもね、すべての会社に適合するような原価計算のルールブックなんていうのを作ることは不可能なんですよね。いろんな会社ありますから、そんなことできるわけないんですよ。財務会計の基準ですら無理じゃないですか。適用指針とかいろいろ出てますけれども、すべてのね、状況を想定した上で、事前にその基準としてルールを設けておくっていうのは現実的に不可能じゃないですか。特に現代のようなね、様々なその経営のね、実態があるような時代においては、何もかも想定した上でね、基準という形でルールを作っておくっていうのは難しいので、もう基本的な方向性だけを原価計算基準は示していて、あとは個々の企業に実情に即してね、好きにやってくださいねっていう、そういう位置づけになってくるんですよ。まあ全く無視していいかっていうとそういうわけでもないんですけども、少なくとも別にこの基準にのっとった原価計算をやっていないからといってね、何か問題があるかというと、まあ、正しい計算ができていない可能性はありますけども、まあ、特段の問題はないわけですよ。法的な強制力を持つものでもありませんからね。こういうふうに計算してくださいとかっていうふうな、まあ、メスがね、会計士から入ることも、まあ、稀ですよ。もう同じ計算方法、多少不正確な計算だったとしてもね、まあ、それがもう継続的に適用されているのであればね、財務指標を作るという観点から見たときにはあまり大きな問題にはなりませんからね。はい。まあ、これ自体は別に法的強制力はないですよってことはね、すごく重要なポイントになってきます。よろしいでしょうか。で、次のところ。今度4番。原価の要件と非原価項目ってことで、まあ、基準の3番と5番をセットにしたものになりますが、まあ、原価とは何かというところで、まあ、原価とは経営における一定の給付に関わって把握された財価または要益、まあ、以下これを財価という、これの消費を貨幣価値的に表現したものであると。で、原価の4要件ですね。経済価値消費性、給付関連性、経営目的関連性、正常性ですね。まあ、これは全部列挙できるようにしておかなければいけませんけど、まあ、経済価値消費性っていうのは、まあ、経済的に価値あるものを消費して初めて原価が生まれ出るんだという考え方ですね。経済的に価値のないね、空気のようなものをいくら消費しても原価は出ませんし、経済的に価値のあるものを買ってきただけでは原価にはならないと。それを消費して初めて原価が生まれますよと。で、次に、給付関連性。給付っていうのは企業が生み出すアウトプットですね。まあ、企業が生み出すもののことを給付って言い方をします。給付には最終給付、これは製品だけでなく中間的給付、半製品や仕掛かり品も含まれますし、さらに物的なものだけでなくサービスをも含んだ、そういった概念ですね。サービスも含まれると。まあ、製造業っていうのはね、実際にその製品というね、何か物体のあるものを作ってお客さんに提供しているわけではないと。まあ、そういった会社においても当然原価は発生するわけですからね。サービスを提供するときに原価はかかるわけですから。サービス業においても原価計算は必要だってことが想定されてるんですね。はい。で、次に経営目的関連性。経営の目的っていうのは製造活動と販売活動ですね。製造活動と販売活動。まあ、これに関連した経済的な価値の消費。まあ、それが原価になりますと。じゃあ反対に経営の目的に関連しない活動としては、まあ、こういった投資活動や財務活動っていうのが挙げられますけど、投資や財務活動の過程で生じる価値の減少、まあ、財務費用というのは原価となりませんと。まあ、原則としては原価になりませんと。ただまあ例外はありますと。例外として、自家建設した固定資産の取得原価に含まれる支払い利息。まあ、その銀行からお金を借りて固定資産の自家建設なんかを行った場合においてね、固定資産が稼働する前の期間に属する支払い利息っていうのは、まあ、これは固定資産の取得原価を中に含ませることができて、まあ、そうなると固定資産の減価償却というね、手続きを通じて、毎期の減価償却費の中に支払い利息っていうのが含まれることになりますから、減価償却費という製造間接費の中に利息が含まれる。まあ、こういう例外的なね、パターンっていうのもあり得ますよと。はい。いついかなる時にも財務費用がね、原価にならないのかというと、そういうわけではないですよと。そして次の正常性。原価は正常なものでなければいけないと。異常なものは原価にあらずという考え方ですね。異常なものは原価にあらずと。まあ、正常な状態を前提としてね、生じた価値の減少というのが原価になりますと。まあ、この4要件ね、しっかりと押さえてもらいたいんですが、注意してほしいのは、この初めに見た原価の定義、最後に貨幣価値的に表したものであると書いていますけど、この貨幣価値的に表すっていうのが原価の要件であるかのようにね、考えてしまっている方いますけど、まあ、これは原価の要件ではないですから、貨幣価値的っていうのは要は金額で表現しましょうってことになりますけど、その金額で表現するっていうのは会計に備わっている基本的なね、役割ってことになりますから、物事を数字に置き換えていくっていうのが会計の役割なわけですからね。別にこれは原価の要件でも何でもないんですよ。原価っていうのは当然金額で表現するものであるっていう当たり前のことを言ってるだけなんで、これ単なる大前提なんでね、要件としてカウントするようなものではないですよと。まあ、その点注意してください。で、次の6ページのところ、今度非原価項目っていうのを見ていきますけど、非原価項目ですね。非原価項目っていうのは読んで字のごとく、まあ、原価ではない項目。まあ、具体的に大事なものはこの2つ。経営目的に関連しない価値の減少と、異常な状態を原因とする価値の減少ですね。まあ、この2つは非原価項目として処理されるべきものですよと。まあ、経営目的に関連しない価値の減少として、まあ、具体的にはね、投資用不動産、未稼働の固定資産、長期にわたり休止している設備等から生じる減価償却費や管理費、固定資産税等の費用。まあ、特にここのね、未稼働の固定資産とか長期にわたり休止している設備等から生じる減価償却費や管理費、固定資産税等ですね。未稼働の固定資産とか長期的に休止しているっていう表現が使われるとね、何かその異常な状態を原因としているのかなっていうふうに考えがちなんですけれども、別にね、固定資産の一部を使っていないとか、長期間ね、休止しているなんてことは異常でも何でもないんですよね。ただまあ、そういった期間が続いているというだけの話なんでね。今現在の営業利益の獲得には全く貢献をしていないというところで、こういったものから生じる減価償却費っていうのは非原価項目として処理をすることにはなるんですけども、決して異常な状態を原因とする価値の減少というわけではないと。なぜね、非原価項目なのかっていうそこの理由付けの部分も含めて押さえておく必要性があります。一方、異常な状態を原因とする価値の減少、これは、異常にはね、量的な異常性と質的な異常性っていうのが出てくるんですけど、まあ、量的異常と質的な異常。質的な異常はね、わかりやすいと思うんです。先ほども例としてお話をしましたけれども、まあ、停電とかが起きてしまって、まあ、その製造ラインが止まってしまった結果、今作りかけのものがね、すべて子孫時期になってしまいましたよと。まあ、これは異常な子孫ってことになるわけですよ。まあ、滅多には起こり得ないと。滅多には起こり得ないような経済的な事象によってね、異常なものが出てきたんだと。まあ、子孫時期なんかが出てきましたよって言ったときに、これは質的な異常ということになります。一方、量的異常っていうのは普段皆さんが計算しているね、標準原価計算において、生産データ上、子孫時品が例えば100個とかって示されていてね、正常な子孫っていうのを計算したところ80個だから、100個と80個の差を取った20個が異常子孫であるっていう、こういう計算をやっていくのが量的異常ですね。はい。異常かどうかはね、この両方をね、考慮して判断することになります。また、固定資産の売却損や除却損ですね。これは異常な状態を原因とする価値の減少なんで、上の丸1番の経営目的に関連しない価値の減少ではないよってことをね、しっかり押さえてください。固定資産の売却とか除却ってね、その常日頃から生じるような話ではないんでね。普段は生じ得ないというところでね、異常な状態を原因とする価値の減少としてカウントされます。よろしいでしょうか。で、次の5番。原価の諸概念っていうのを見ていきたいと思いますが、基準の4番ですね。原価の諸概念。ここもよくね、試験だと出題される分野ですね。まず、原価にはね、先ほども出てきましたけど、実際原価と標準原価があって、一番広い意味における実際原価というのは、この歴史的原価と呼ばれるものをも含んだものになります。歴史的原価って何ですかっていうと、実際の単価に実際の消費量、この異常な消費量を含んで計算する。異常な消費量をも含んで、実際にいくらお金がかかったのかっていうのを計算していくのが歴史的原価なんですね。もう正常とか異常とか関係ないんですよ。もうこれだけ材料を使ったんだったら、その金額を求めていきましょうというのが歴史的原価なんです。一方の原価計算制度における原価っていうのは、正常性っていうのが要件として求められていましたんで、材料の実際消費量の中から異常なものを除外していく必要性があるんですよ。正常な材料とか、あるいは作業時間。そういったものを使ってね、実際原価の計算っていうのが行われますよと。原価計算制度における原価っていうのは、ここですね。制度内と。これは制度外と。あとのところはね、もう先ほどお話をした通りで、原則容認とかって話が出てきますけども、ここではね、何を押さえておいてほしいかっていうと、この実際原価と標準原価の比較をね、しっかりできるようにしておいてもらいたいんですが、実際原価は財価の実際消費量に基づき計算される原価。標準原価は財価の消費量を科学的統計的調査に基づき見積もりにより計算される原価と。両者の違いは何かって聞かれたら、この消費量に着目した記述をしていかなければいけません。この単価面はね、同じなんですよ。この予定の価格等っていう表現と標準価格っていうのは同じ意味です。この予定価格等の等の中には正常価格っていうのが含まれてくるので、予定と正常っていうのは何が違ったかというと、予定っていうのは見積もりなんですよね、見積もり。来年の見積もり、これぐらいの金額ですよっていうふうに主観的にね、見積もった値。一方、正常っていうのはこれ平均って意味ですよ、平均。過去のね、材料の買ってきた金額データに基づいて平均的な単価設定をしていくっていうのが正常価格なんですね。予定と正常っていうのはどちらも事前に決めておくっていう意味では同じですけども、決め方が違うんですよね。予定っていうのは大体のどんぶり勘定でね、これぐらいかなっていうふうに設定するんですけど、正常っていうのは一応そういった統計的な調査に基づいてね、平均値を求めたものになりますんでね、設定の仕方が違いますよと。標準原価計算ではこの予定価格等が標準価格というふうに名前を変えるだけです。同じ意味。だから両者の違いをね、比較するときにはこの消費量に着目をした記述をしていかなければいけない。標準原価計算標準原価計算においては、科学的統計的調査に基づき、標準消費量っていうのを設定してあげる必要性があると。例えばね、従業員の標準的な作業時間を計算しようって考えたときに、標準的な作業時間ですね。これを計算しようと考えたときに、どんぶり勘定でね、だいたいこんぐらいの時間かなとかっていうふうに設定するんではなくて、ちゃんと客観的な調査に基づいて設定するんですよ。例えば科学的な調査としてはね、どういったことをやるかっていうと、従業員が実際に製品製造をやっていますと。それをつぶさに観察していって、なんならビデオテープとかを回してね、どういうふうな作業手順で、どういうスピード感でやってるのかっていうところを調査してみて、あるべき時間っていうのがこれぐらいだよねっていうふうに設定をしていく。これがまさに科学的な調査なんですよ。一方の統計的調査っていうのは、これも客観的な調査になりますけれども、過去のそういった実績情報に基づいてね、だいたい製品1個作るのに2時間ぐらい時間かかるわけだから、2時間っていうふうに、この統計データによってね、目標時間っていうところを設定していく。これが統計的な調査と呼ばれるものになりますんでね。科学的、統計的調査っていうのを経て、あるべき作業時間なんかの設定が行われますよと。はい。よろしいでしょうか。ここはね、論文のことを踏まえても書けるようにしといてもらいたいんですね。ちょっと論文対策としてね、重要だってことで、星マークとかつけといてもらうといいかと思います。で、次に丸1。この予定価格等っていうのが出てきましたけど、これはね、基準の14番にその設定の仕方が書かれていて、予定価格等は、それが適用される期間の実際の価格に近似するように設定するということで、実際の価格に近似するように設定しましょうと。適用される期間の実際価格ですね。ここも細かいんですけど、注意してください。適用される期間の実際の価格と。これ、令和3年の試験においてね、これ8ページにありますけど、過去の実績における実際価格にできる限り近似っていう、こういった表現で間違った選択肢が用意されていました。これはちょっと細かい引っ掛けですよね。予定価格とは、それが適用される将来の期間における実際の価格に近似するように設定をしましょうと。こういうふうに適用される期間の実際の価格と近似するように設定しておけば、原価差っていうのが多額に生じることはないわけですよ。多額の原価差っていうのが出てくることが、基本的にはないんですよね。その予測が間違っていなければね、適用される期間の実際価格について見積もった数値がそんなに実際に出てきた価格とね、差がなければ原価差っていうところは小さく計算されるんで、こういう小さな原価差であれば、売上原価に付加してしまって特に問題ないだろうということで、原価計算基準においてはね、最後の47番において、原則売減に付加っていうね、原価差の会計処理のルールが設定されてるんですね。だから基準同士ね、つながってる部分があるんですよ。ここの規定があるから、原価差はね、あまり大きく出る可能性は高くないということで、原則売減に付加していきましょうねと。で、次の7ページ。予定原価、標準原価、見積もり原価っていう言葉が出てきていますけども、まず予定原価って言葉、これすごく広い意味のね、予定原価って言葉がありまして、事前にね、予定している原価、その名前の通りですよ。事前に製品1個あたり100円とかって設定していれば、それは予定原価なんですね。で、問題はその設定の仕方なんですけど、科学的統計的調査に基づいて設定しているのが標準原価。どんぶり勘定で主観的に設定しているのが見積もり原価なんですね。まあ、競技ではね、これを予定原価って読むんですよ。見積もり原価のことを狭い意味においては予定原価という言葉で表すことがありますよと。この予定原価ね、競技の予定原価は標準原価ではありませんからね、そこは気をつけてください。標準原価は基本この3つのうちどれかですね。理想標準か現実的標準か正常原価っていうのが標準原価と呼ばれるもので。で、注意しなきゃいけないのは、この理想標準は制度的に認められていないと。この下の表にも書かれてますけど、基準上は×がついてます。理想標準原価っていうのを標準原価計算制度を採用する際に適用していくのは、まあ、これ NG ですよと。理想標準ってそもそも何なのかっていうと、技術的に達成可能な最大創業度。まあ、これ実際的生産能力のことを指します。まあ、フル操業ですね。フル操業のもとにおいて、最高の能率を表す最低の原価ですね。最高能率を表す最低の原価。在価の消費量における減損や止損、有給時間等に対する余裕を許容しない。理想的な水準における標準原価。この許容しないと。まあ、一切の無駄を許さんと。一切の無駄っていうのを排除したときに達成することができるね、理想的な水準における原価ですよと。だからまあこれは現実的には達成することが困難と考えられるものになります。理想の数値っていうだけですね。はい、で、この理想標準っていうのはまさに理想と書いている通り、その現実的なね、妥当性の面から見て問題があるということで、まあ、基準上は×がついてるんですよ。一応まあこれについては2つの観点から説明ができますが、この理想標準原価がなぜね、基準上認められていないのかというところで、こちらの丸4番。理想標準は少なくとも短期的には達成することが困難であるため、これを原価管理上の目標として利用すれば、現場作業員の動機づけを損なう恐れがあると。現場作業員のやる気を損なう恐れがあると。花から達成困難な目標設定されてもね、現場の人間としてもやる気が起きませんと。一切のね、無駄が許容されないわけですからね。例えば担当式試験で100点取らないとね、合格することができませんとか言われても、ちょっとやる気が起きませんよね。またそもそもの話としてね、理想標準っていうのは実際原価と大きく乖離することになるんですよ。理想的な水準を想定したものなんで、まあ、こういったものは大体ね、実際にかかっている原価と大きく乖離することになるんです。そうなるともはやね、理想標準っていうのはこれは真実の原価とは言えないよねというね、まあ、そういった理由もありますよ。理想標準は真実の原価とは言えないと。実際原価と大きく乖離するようなものはね、本当の原価って言えるかっていうと、ちょっとクエスチョンマークがつきますよね。だからね、制度的にはこれは認められていないんですよ。基準上はダメだと言ってるんですね。ダメだと。ただね、その一方で、理想標準原価っていうのが実務的に使われることがあると。それはなぜかというね、理想標準原価の用途についてね、押さえておく必要性があるんですけど、ここ論文の試験とかでも何度も問われているところで、ちょっとこれも星マークつけといていただいて。この部分ですね。理想標準原価を利用することで、最終的に回避すべき無駄の総額、これを把握することができ、子孫ゼロに向けて現場作業員を動機づけることが可能となるからと。理想標準はね、短期的には達成することが難しいんでね、現場作業員のモチベーションを損なう恐れがある。その反面、この理想標準というのは最終的なゴールを示すものでもあるんですよ。少なくともね、向こう数ヶ月とか向こう1年で達成することは難しいけれども、3から5年とかのスパンで目指していくべき目標としては機能するわけですよ。今現在、理想と現実、理想と実際との間でどれだけの乖離が生じていて、理想に向かってね、残りの距離はどれだけなのかっていうのを示すことができると。理想標準と実際原価を比べることによって全ての無駄を把握することができるっていうメリットがあるんですね。まあ別にこの子孫ゼロに向けて現場作業員を動機づける、この動機づけって言葉はね、動機づけを損なうっていう部分で使っているんでね、ここ動機づけって言葉を使う必要性は特にはないので、全ての無駄を把握することができるっていうのがね、言及できていれば大きな問題はないかなと思います。全ての無駄に関する情報っていうのを入手することができ、原価管理上適切な対応っていうのを講ずることができると。あるいはこういう整理の仕方でもいいですけど、こっちの黄色のラインマーカー、短期的なモチベーションの話。赤のラインマーカーは長期的なモチベーションの話ですね。はい。短期と長期で結論が変わってきますよというところですね。ここはすごく大事なところなんで、しっかりと押さえてください。で、次に現実的標準原価ですね。これは良好な能率のもとにおいて達成が期待されうる標準原価のことを言い、通常生ずると認められる程度の現存子孫有給時間等の余裕率を含むと。この余裕率を含むと。良好な能率ですね。良好な能率。この下の表にまとめられてますけどね。達成可能高能率で、なおかつ、期待実際創業度っていうのを想定する創業水準としては設定していくんですけども。この現実的標準原価というのは、原価管理という観点から見たときに最も適合する、そういった標準原価だと考えられます。原価管理ですね。現実的標準原価というのは、頑張れば達成できる高い目標を示すことになるんでね。かなり頑張らないと手が届かないんですけど、そういったものを目標として掲げることによって、従業員のモチベーションを上げることができるんです。もう頑張ったら本当にギリギリ届くか届かないかぐらいのね、それぐらいの厳格度で目標設定を行うというのが、人間のモチベーションを喚起する上では、一番望ましいというのが行動科学の世界では証明されているんでね。現実的標準っていうのはまさにその知見っていうのを取り入れたね、標準原価ってことになります。はい。で、次の正常原価。一応この原価管理のところ、丸がついてる。これはマーカーでチェック入れておきましょうかね。で、次、正常原価。これは、経営における異常な状態を排除し、経営活動に関する比較的長期にわたる過去の実際数値を統計的に平準化し、これに将来の数勢っていうのを加味した原価であると。まさに平均原価って呼んでもいいかとは思いますけども、平均原価。これはね、正常な能率で、なおかつ平均創業度っていうのを想定したね、標準原価ってことになるんですけど、標準原価計算の目的で言うと、何と一番適合するかっていうと、財務指標の作成ですね。あるいは、棚卸資産の評価って言った方が、これはより正確な表現かなと思いますけども、棚卸資産評価と。まあ、棚卸資産の評価ですね。まあ、正常原価っていうのは、これは平均原価ということになりますからね。正常原価に基づいて毎期ね、棚卸資産の評価をしていると、まあ、安定するんですよ。安定した棚卸資産評価を行うことができるんです。バツ1年とバツ2年で大きく変動することっていうのが可能性としては低いんですよ。もう長期的なね、平均値を取っているものになりますんでね。単年度でそんなに大きくブレが生じることっていうのが基本的にないんですよ。だから安定した棚卸資産の評価を行うことができ、まあ、それが財務指標を作成するっていう点から見たときにいいと。例えばまあ損益計算書とかを作るときにもね、棚卸資産の金額っていうのは売上原価としてね、まあ、計上されていくわけですけれども、まあ、この売上原価を安定させることができるんですよ。まあ、そうなると、まあ、利益を平準化することができるんですよね。利益の平準化。もう財務会計上ね、まあ、利益っていうのはある程度平準化する方が望ましいと考えられますからね。利益の平準化という点から見てね、望ましいというふうに考えられますよと。はい。で、ちなみに他に標準原価計算の目的にはね、予算編成とかもあるわけですけれども、予算編成。予算を組む。その特に製造の予算っていうのを編成するときに標準原価情報っていうところを織り込んでいくと予算に信頼性っていうのを付与することができると考えられるんですね。例えばね、まあ、皆さんもね、今月の食費っていうね、その食費の予算を組みましょうってなったときに、どんぶり勘定で、まあ、今月はだいたい、まあそうだな、10万ぐらいだなとかっていうふうに設定するよりもね、過去のそういった統計的なデータを見てね、食費っていうのが1日あたりだいたい2000円かかっていると。で、今月は30日だから 2,000 円 ×30 日で6万円。これを食費の予算として設定していく。まあ、こういうふうにね、予算編成っていうのを行ってあげると、予算が信頼に足りうるものになるじゃないですか。単なるそういった主観的な数字ではなくてね、ちゃんとこういう統計データに基づいてね、設定したものになりますんでね、予算そのものに対して信頼性っていうのを付与することができるんですよ。はい。だからまあ標準原価計算というのは予算編成にも役立つ情報提供が可能となるんですね。現実的標準原価だと、まあ、財務指標の作成とか予算編成にも使えるんですけども、まあ、原価管理に一番役立つっていう点で、まあ、丸がついていると。まあ、基準の4番を原文見てみてください。で、ちなみに正常原価はね、予算編成には何も言及されてないんですよ。原価計算基準の4番で、まあ、正常原価についても言及されてますけど、予算編成については何も書かれてないんですね。予算編成に使えるとは何も書いてないんです。まあ、これは理由はね、あまり定かでないところがあるんですけども、やはりその正常原価っていうのは過去情報なんかを使っていくんでね、その未来のことっていうのを決める、その予算編成っていうのは未来のことなんでね、まあ、未来のことを決める上ではちょっとね、使えない部分があるよというね、そういった認識なのかなとは思うんですけども。まあ別に使えないことはないとは思うんですけどね。ただまあ予算編成においてはね、次に見ていくようなその予定原価の方が望ましいと考えられるんですよ、予定原価。これはね、そういう科学的統計的調査を経ていないね、まあどんぶり勘定でだいたいこれぐらいの金額かなっていうふうに設定するものですけど、まあ、どんぶり勘定っていうちょっとね、すごい悪い意味に聞こえるかもしれないんですけども、ちゃんとその将来の見通しを立てたものになるんですよ。将来の見通しを立てたもの。まあ、将来における財貨の予定の消費量と予定の価格等を持ってね、計算した原価で、科学的統計的調査を経て設定されるものではないため、理論的には標準原価とは言わないと。はい、標準原価っていうのは、SP×SQ で表現されますが、予定原価はこれは EP×EQ で表現されます。Estimated Price ×Estimated Quantity。予定原価というのがまさにね、その来期の見積もりを行ったものになるんでね。またこの辺のね、標準原価よりも見積もり原価の方が予算編成には役立つという話に関してはね、標準原価計算のところで話をしていこうかと思いますね。まあ今はね、別にこんな表があったなというのをね、後で見返せるようにしといてもらえればいいかと思います。いずれにしてもね、受験対策としてとにかく重要なのは、理想標準は基準上認められていない、制度としての標準原価としては認められませんと。現時的標準か、あるいは正常原価かのどちらかですよと、ここは「おは」規定「おは」と。理想標準はダメですと。もうこれに関する引っ掛けはね、過去何度も出ているんですね。過去何度も出ていて、こちらの9ページの平成26年第2回のところからですね、この最後の一文、理想標準または正常原価が標準原価計算制度において用いられる標準原価であると。これ×ですよね。理想標準は認められてませんと。で、次の問題も一緒。理想標準原価を使うとされると書いていますけど、これは使ってはいけないというかね、基準上は認められてませんと。また、令和4年の第1回直近の試験もそうですね。理想標準か現実的標準かのどちらかっていうことでもう同じことが問われてるだけですよ。もう理想標準はダメだっていうことが分かってればね、回答することができるんです。ちょっとね、アプローチは違いますけど、令和2年第2回の本試験の問題も一緒ですね。もうこの4つは、もう同じ理由でダメなんですよね。理想っていうのは NG だと。もう問われていることは一緒ですよと。よろしいでしょうか。で、ページ戻ってもらって、丸5番、7ページの丸の5番ですね。改定頻度による標準原価の分類ということで、基準標準と当座標準に改定の頻度によってね、原価分類を行うことができるわけですが、基準標準原価っていうのはどういった標準原価かというと、生産の基本的な条件の変化がない限りは価格能率水準の変化があったとしても改定はなされない標準原価と。もう生産の基本条件の変更だけをね、反映していくのが基準標準。当座標準はそれに加えて、価格能率水準等の変化、これをもね、反映していくと。だから当座標準の方がね、当然改定の頻度はね、高くなるわけですよ。その分、事務負担っていうのが増えるというデメリットがありますよ。めんどくさいと。手間を要する。基準標準はね、当座標準に比べて改定の手間を要さないっていうメリットがあります。ただ、企業がね、原価管理とかあるいは棚補佐の評価、予算の編成とかっていうのを行っていく際にね、標準原価計算っていうのを行っていくのであれば、当座標準原価っていうのがアウトプットされる方が望ましいわけですよ。例えばその原価管理を進めていくときにね、もうね、今現在能率水準っていうのが大きく改善しているにもかかわらずね、古い能率水準を想定した目標数値っていうのを原価管理上掲げてね、製造活動を行っていっても、あんまりよろしくないじゃないですか。もともと標準作業時間3時間というふうに設定されていて、従業員の生産能率が上がったことによって今は2時間で作ることができますよっていう状態なのに、3時間のままの目標を掲げててもね、さらなる改善っていうのを目指すのが難しいので、ちゃんと目標っていうのもその都度ね、更新していく必要性があるよねと。そんな話なんですね。だから当座標準原価がね、原則なんですよ。基準では当座標準原価を原則としていますね。当座標準原価の採用が求められますよと。ただその一方で基準標準にもいいところはある。手間要さないことに加えて実際原価の変動傾向を知り得るっていうメリットが挙げられています。これはどういうね、メリットかというと、基準標準っていうのは基本的に改定をしないわけですよ。基本的に改定しない。だから、例えば1回100円とかって設定すれば、生産の基本的な条件の変更がない限りは、1月も100円、2月も100円、3月も100円なんですよ。この100円っていう基準値と、毎月毎月の実際原価っていうのを比べていけばね、どれぐらいその差異がね、多くなっていたり、どれぐらい差異が小さくなっていくのかっていう、そこの実際原価のね、変動傾向っていうのを把握することができる。1月は差異がマイナス50、2月はマイナス30、3月はマイナス10とかっていう風に把握ができていればね、この差異に着目することによって、どんどんこの原価差異が、なくなっていってるんだなってことをね、確認することができるんで、実際原価のそういった変動のね、傾向を把握することができますよと。はい。これは改定しないがゆえにね、こういったメリットが出てくるんです。ちなみに基準標準の代表は理想標準ですね。これそもそもね、理想の能率とかを想定しているものになりますんでね、能率水準っていうのはこれ以上上がりようがないわけですよ。だからもう生産の基本的な条件の変更がない限りはね、例えば今まではその木材を使って製品製造をやってたけれども、これをプラスチックに変えていくとかですね、あるいは今まで手作業でやってたけれども、機械設備を導入するとかっていう、こういう大きな変更点がない限りは改定がなされない。一方の当座標準の代表は現実的標準ですよ。現実的標準。もう毎期毎期のそういった生産能率の改善っていうところをね、即座に反映して、次年度の目標数値として利用できるようにしていくと。もう標準原価っていうとね、基本的に現実的標準原価のことを指すんですよ。それは標準原価計算がこの原価管理という目的を最も重視しているからなんですね。もともと原価管理目的でね、標準原価計算っていうのは生まれたものになりますからね。今でも企業に対してアンケート調査とかを行えばね、あなたの会社は標準原価計算採用してますか、採用してませんかっていう質問をしたときに、これはね、どこを対象にね、統計取るかによって変わってくるんですけど、大体5割ぐらいね、上場企業とか対象にしてね、取っていくと5割ぐらい採用していたりするんですよ。で、その採用している会社っていうところは、何の目的で標準原価計算採用してますかっていうと、大体原価管理っていう目的を一番に置いている会社が多かったりするんですね。はい。だから今でもね、その原価管理目的で標準原価計算っていうところが、広く採用されているというところもありますんでね。標準原価計算っていうのはやはりその原価管理というところをね、一番重要視しているんだということをね、しっかりと把握しておいてください。で、次のところ、括弧2、製品原価と期間原価っていうのを見ていきたいと思いますけど、製品原価っていうのは、これは製品に集計される、原価のことを指している、当たり前ですけども、財務指標上、収益との対応関係に基づき、製品原価と期間原価とに分かれますよと。財務指標上収益との対応関係に基づきですね。あ、そうだ、すいません。さっきね、ここの丸5番の改定頻度による標準原価の分類のご案内しましたけど、ここもちょっと星つけといてください。論文対策としては押さえておいていただきたいところとなります。で、戻っていくと。この製品原価、期間原価に分かれていって、この製品原価っていうのは、財務指標上の収益との対応関係としては個別的な対応を取ると。1対1の対応関係を取りますよと。これは分かりやすいかと思いますが、製品原価っていうのは売上原価としてね、最終的に PL 上計上されていくわけですけども、製品1個売れました。1個の売上が計上されて、1個分の製品原価が売上原価という形で計上されていく。まさに財務諸表上の収益と1対1の対応関係を取っていると。個別的な対応ですね。で、一方、期間原価っていうのは、財務諸表上の収益と期間的に対応するだけ。単に同じ会計期間の中でね、売上とこの費用っていうのが発生しましたよっていうね、個別的対応とはね、ちょっと売上との間のつながりは弱くなってくるんですけども、同じ会計期間の中で認識されてますよっていうのが期間的な対応なんですよ。販管費っていうのはね、基本的にこの期間的対応を図ったものになります。はい。売上と同じ会計期間で発生したから、同じ会計期間の売上に対して、販管費っていうところをこの金額載せていきますと。これが期間的対応です。ここはそんなね、何か本試験で突っ込んだことが問われるかっていうと、そんな話ではないんでね。特段引っかかる要素っていうのがないかなとは思います。で、次の括弧3。全部原価と部分原価っていうのを見ていきますけど、全部原価っていうのは原価計算基準ではね、一定の給付に対して生ずる全部の製造原価、またはこれに販管費を加えて集計した原価、総原価のことをね、指して全部原価の定義をしています。基準のね、この定義っていうのはあんまり良くない定義ではあるんですけど、次の部分原価はね、全部原価の一部分のみを集計した原価という定義なんで、仮にこの総原価の方をね、全部原価っていうふうに定義してしまうと、製造原価のみをね、集計した場合っていうのは、これは部分原価なんじゃないかと。この全部原価と部分原価の定義からすると、総原価のことを全部原価と呼んだ場合、この製造原価のみをね、集計した場合っていうのは、これ部分原価になっちゃうんじゃないかというね、そういった指摘もあるわけですよ。基準上はね、明記されていないんですけども、この観点がね、抜けてるんですよ。職能を別に原価分類した際に特定職能から生じる全ての原価を集計したものっていうね、この表現が本来ね、基準に入っていないとね、いけなかったんですけども、基準にはこの表現が入っていないと。ただこれを加味した上でね、定義をしてるんだとは思うんですけども。特定の職能、製造とか販売って読み替えてもらうといいかと思いますけど、製造活動において発生した全ての原価を集計していれば、それは全部原価なんですよ。製造という職能から発生した全ての原価を集計している。販売という職能から発生した全ての原価を集計している。この職能ごとの原価のうち、全てを集計したかどうかっていうのが、全部原価なのか部分原価なのかっていう、ここの区別につながっていくわけです。でも原価計算基準ではこういった表現が使われていないというところでね、ちょっと不完全な定義になってますよっていうね、指摘を受けることがありますよと。だからここの別に定義はどうでもいいんですけども。重要なことはここなんですね。基準において、最も重要な部分原価は、変動直接費及び変動間接費のみを集計した直接原価と。括弧変動原価であると。これは製造直接費ではないと。製造直接費のことを指しているわけではないですよと。直接費と間接費って言ってますからね、変動直接費と変動間接費っていうふうに言ってるんで、間接費も含んだ原価概念ですから、直接費のみを指しているわけではないんですよ、直接原価っていうのは。まさにこれはね、変動製造原価のことを指してるんですよ。変動費のことを指してる。直接原価計算っていうね、言葉も知らない方いないと思いますけど、直接原価計算っていうのはまさにその変動費のみを製品の原価として集計していくっていう計算手続きじゃないですか。あれって別に製造直接費のみを製品の原価として集計するっていう手続きではないですよね。直接費っていうのは特定の製品に対していくらかかったのか、明確なコストということになりますけれども、それのみをね、製品原価として集計するような計算なんかは、ありえないわけですよ。ここで言っている直接原価っていうのは変動費のことであるってことをね、誤解のなきようしっかりとね、把握しておかなければいけない。以上がね、原価計算基準の1番から6番までのお話ということで、ちょっと長かったんですけれども、前半の講義の中でね、一番抽象的な部分っていうのを一通りね、確認することができました。基本この3倍速の講座はね、一通り、上級講座まで受けた方とか、あるいは他の会社さんとかでね、一通りカリキュラムをこなした方が多いのかなとは思いますんでね、ある程度知ってることを前提に話はしてきましたけれども、いい復習にね、なった部分もあるかなと思いますんで、ぜひね、ちょっと見直しの方を進めていただいて、で、講義中にはね、過去の引っ掛け部分っていうのは、ちょっと見る時間がありませんので、部分的に見ていく場合もあるかとは思うんですけども、基本見る時間はないと考えてもらって、ご自身でね、もう回答も載ってますからね、確認を進めていただくとよろしいかなと思います。それではね、これで前半の講義終わりにしたいと思いますから、10分ほど休憩を取りましょう。